コンビ吊り橋は、イギリス、ウェールズの北部のコンビ州区にある、中世の町コンビに位置する世界で、最初の道路の吊り橋の一つである。1950年より、イギリス指定建造物一級に指定されており、現在、橋は、ナショナルトラストの下で、管理されている。かつては、チェスターからバンガーにかけて走る、幹線道路 A55 が渡っていたが、 現在は歩行者並びに自転車のみ通行できる。1840年頃のコンビィり橋1860から1865年頃の上京人道橋となるコンビィり橋コンビィり橋、テルフォード吊り橋とも呼ばれるトーマステルフォードにより建設された長さ99.5メートルの吊り橋は一方に世界遺産のコンビィがあるコンビィ川にかかっている。 東のチェスターからアングルシーの生誕のホリーヘッドまでの経路を整えるためコンビ釣り橋は1822年から1826年に5万1000ポンドの費用で建設され完成によりコンビとアングルシーを結ぶ渡し船にとって変わったそれまでのコンビ川川口の渡し船は潮の看板や天候により危険を伴い 1806年には11人の死亡事故も発生していた。コンビ吊り橋は同じくテルフォードの橋の一つとして、メナイ海峡に架けられたメナイ釣り橋と同様の方式による。これらの橋の完成により、ホリーヘッドからロンドンに至るターンパイク、ホリーヘッドロードが結ばれるようになった。この吊り橋は1846から1849年に、 ロバートス・チーブンソンの環状橋としての鉄道橋が、吊り橋に沿って建設されるまで、コンビ川を渡る、唯一の橋であった。当初の木製の小板は、19世紀末の1896年に、幅2.5メートルの鉄製の板に置き換えられ、20世紀初頭の1903年には、連鉄の鎖の上にワイヤーケーブルを加えることで、強化された。また、 翌1904年には歩行者の通行ために幅約1.8メートルの歩道が北側に追加された。1955年に吊り橋に並行する新しい道路橋の建設が開始され、1958年12月に完成した。12月13日に開通式が行われ、それまで歩行者、馬、馬車を渡してきた吊り橋には道路 A55 が通っていたが、 新しい道路橋に転換された。新しい道路橋の完成に伴う、吊り橋の取り壊し計画は、抗議により中止され、歩行者のみ使用されるようになった。1965年より、吊り橋は、ナショナルトラストが所有し、現在、人道京都として歩行者と自転車に使用されている。1981年8月には、吊り橋の東側にあり、同様に、 ノルマン様式を模したかつての料金所の建物が指定建築物に急に指定され、その後修復されている。テルフォードは隣接するコンビ城と調和するように橋をゴシック風に設計した。橋唱は上角の橋壁のある塔のような2体の首都の上より支えられ、両側の二組からなる角4列の連鉄の鎖から、 1.5メートル間隔の垂直ロッドにより吊り下げられている。鎖は川の東側にフリーストーンにより固定され、西側はコンビ城の東のバービカン並びに基板岩に固定されている。それぞれ高さ12.2メートル、直径3.75メートルの首都は石灰岩切り石からなり、その一体の首都の真ん中は偽出し狭間のある厚さ3メートルの通路上アーチの 壁面により繋がっている。ありがとうございます。